はい、皆さんこんにちは。はい、今日はですね、なんとホジラチャンネル台湾問題やろうと思ってます、はい、ね、台湾問題っていうのは同時に韓国問題も話すんです。で、はい、YouTube で最近さ、やっぱり日本のことをね、悪く言わないとなんか要するに閉鎖されちゃうみたいな。どこが仕切ってんだろうね。なんか一説によるとね、やっぱりそういうグループがいて YouTube の欠点について AI に働きかけてから一気にストップさせるようなあれがね、要するにネット左翼の中で言ってらしい。すごい賢いな。そうだからさ、そういう問題ってやっぱりいろいろあるわけだってね。今後ね、だってね、武田さんのがストップになっちゃったと、うん、で台湾のこと言って悪くはないと思って。そうだ ね、中国台湾のこと話したいと思います。やっぱりさ、中国か台湾かっていう問題一番大きいんで、イギリス政府がねはっきり発表しました。台湾は台湾で中国じゃない。素晴らしい、そんなことも含めてね、台湾って国をちょっとねポジネガで語りたいと思います、はい、いいですか、はい、何度もね行ったことがあると思うんですけど、皆さん行ったことない人はぜひ行ってください。とても気持ちよくなります、はい、ということでいきます。ポジネガチャンネル。でもさ、もともとの中国は台湾こそ本家じゃないのと。だからさ、中国の歴史ってのはね、本家っていう言い方が難しくて、だってさ、ほら戦前戦後の時にさ、中国が逃げてきて、いつをね、仕切り戦にするかってのは大きいことで、要するにその昔は中華民国っていう時代は台湾は中国だったんだよ、でその前は清王朝でしょ。清王朝は清の時代で、明の時代はまた満州族だとか、みんなね、その時元の時代はほらモンゴル族じゃない、だからその時にやっぱりさ、為政者となったのが誰かってことで、で漢民族っていうのが今、中心になってるけど、この漢民族、台湾もそうかな、だけど一番問題なのは、漢のそれこそさ、項羽と劉邦の時代の、要するに、劉邦、これがそうなんだよ。でこれを日本じゃない、中国は一番最初の中国としているんだよね、でそのもとにスタートしたのがそもそもの中国民族と言われている今の台湾にいる中華民国で、じゃ今の中華人民共和国はって言ったら毛沢東がスタートの1945年。そうなんだよ。だから、戦後の時はできたばっかりの新しい国じゃない。で世界はね、その中国国内のどうたらこうたら言っててもしょうがなくて、世界がさ、例えば日本のね、例えばさ、安倍総理の自民党と枝野の、あれと共産党と、それにさ介入してこないじゃん。で問題なのは、政権としてアメリカがそうだったように、韓だったら付き合わないってやればいいだけでしょ、で日本もさ、それ口出しできない。例えば韓国の問題ですら日本というのは口出しができないんだよ、北朝鮮とね、あれだってみんなで悪口言ってるけど、これ日本人の決まりがないところで、でムン・ジェインは最高の大統領なんだ、韓国にとっては、ね、初めてそうやってさ南北統一をやったんだから、初めて弾劾されたりとか、ね、殺されない大統領じゃないのっていうふうに思うわね、でまあいいでしょ、だから関与してもしょうがない、だから付き合わなきゃいいわけ、そういう国と。そうだ ね、だから例えば韓国はそうやって日本に対していいことがないから付き合わなきゃいいって、これ簡単な話 で、で中国はって言ったら直接害が生じる可能性があるから何とかしなきゃいけないでしょ、で台湾はって言ったらいいすごい親日なんだよ。すごくいいで、これイメージ操作とかそうじゃなくて、例えばね、蔡英文が例えば義援金とかそういうのでお金を送ってくれるだけじゃなくて、日本に対してのリスペクトが台湾ってすごい。あとやっぱ台湾に実際行くと分かるよね、すごくいい人ばっかり。だから蔡英文って今のさ総統は日本語でツイートして日本語でさ、ね、謝意をさ述べたりするわけよ。そういうに言ってくれるのね、気を使ってね。で元から日本大好きなの。だ俺の友達の台湾人のじいさんたちも死んじゃったかもしれない人たちだけど、そういう人たちは戦後のことをよく話してた。一緒に軍歌をカラオケを歌いながら、軍歌を歌うんだよ本当に台湾でね。すごい。その時に当時はね、終戦っていうのがあった時、自分たちは戦争やってて日本軍の兵隊と戦ったんだって、で今の中国人の中国軍の兵隊とも戦ったと、その後も戦争したと、で戦争があって気がついたんだ、俺って日本人じゃないんだと、初めて気がついてね、がっかりしたって、だから台湾に行くと年配の人たちはその自分の父さんが日本語を喋ることから、日本語の喋れるようなね、いっぱい年配の人もたくさんいるわけ、なんか前にさ、おいらせのマスターってね、ほら志願兵、元志願兵のマスター連れてった時におじいさん喜んでタバコ交換してたよね。そうそう、本当に日本人よ、ってさ戦争を知ってる人、戦争に参加してた人大好きなんだよ、そこの人って単なるお茶屋さんなのにいろいろガイドしてくれてね、いろんなとこ連れてってくれて、で全然それでお金の見返り求めない、そうなの、ね、あれがすごいの、だからね、とにかく一言で言うと、台湾でぼったくられて嫌な思いしたってほとんどないんだよ。もちろんどこでもね、悪いやついるし、どんなこともいるし、または他の三国人がやってるやつもあるんだけど、または俺がね、マジックの例えばそういうさレクチャーとかなんかで台湾に行くでしょ、あんな気持ちのいい国はない。みんな親日で日本人大好きです、日本人のマヤさんを尊敬してくれてて、で俺の漫画もさ、いまだに貸本屋で本を販売するってシステムが少ないんだよ、そこは貸本屋なんだよ、それでね読める、だから全部代々俺のファンなの。
すごいね、うん、世界で一番俺のファンが多いのは台湾じゃないかなと、うん、なくならないんだからいいね、そう、うん、そまあね、でも本当に思うんだけど、その台湾っていうのが日本のもうね、うん、あの日本の国でないのに日本と一部同じ国みたいな感覚を持ってくれたでしょ、ね、分かち合える国だよね、そう、日本はね台湾を併合しようなんて全くないんだよ、ね、だってもっともっと前のさ、ね、その時代に日本はさ台湾は日本になってて、うん、台湾政策はさもう韓国と同じだったんだけど、日本人と同じようにね、うん、政策して日本人と同じように教育をして、うん、みんなねあの日本人である誇りを持ってたんだよ、この民度の違いでこんなにも変わるもんなんだね、うん、そう、それがね中国がね一方的に言ってね、台湾はねあのお前の国はうちの領土って、要するにさ簡単に言えば日本のさ沖縄までうちの領土で、ね、うん、九州とか紀伊半島、ね、紀伊地方までは全部中国なんだって言ってるのと、台湾はあの中国と同じじゃん、ゃそうだね、そうだってさ台湾が中国の領土だったことは一回もないんだから、うんうん、確かに尖閣と同じ問題なんだね、そうそう、台湾にとってね、一回もないんだよ、ね、で韓国もそうでしょ、あの例えばさ南北統一旗の中に竹島入れるとかさ相談してるようなグループ、こんなとこと仲良くしてるのなんで台湾と仲良くできない、本当だね、国もそうだし、うん、じゃあ JAL なんかもう乗らないって決めたもんね、要するに日照記の問題とかさ、そういうのがあったときに、あの皿が似てるからってそれを撤去して、で台湾っていう表記をね、台湾を一つの国と認めるなって言って中国に言われたら、はい分かりました、台湾中国に認めるんですって、ちょっとイギリスを見習おうよ、ダメだ、イギリスなんか台湾と中国が別の国ですってさ、中国すごく怒ったけど、はっきりちゃんと言わないと、関係ねえ、大英帝国が言うんだから、だってさ日本だってさ天皇陛下がいる皇室のある国なんかもっと誇り持とうよね、そうだから僕ら言いたい、みんなに言いたいのは、台湾に一回行ってください、あんな素晴らしいとこないしね、文化もそう、なんとねこんなに日本人が好きな国はない、あんな親切にしてもらったのね、すごいと思った、だからあの日本のために犠牲になれる国って台湾とメキシコだよ、いやそメキシコも自分の国応援してあげる、自虐的なぐらいメキシコって日本もあるんだから、ね、メキシコ対日本の試合でなんでみんな日本応援してさ、自分の国応援してだからさ、サッカーのワールドカップの時にメキシコのツイートとかさ、あのフェイスブック見たらさ日本の国ばっかりなんだ、自分の国応援しなくていいの、まあ、本当ね、あれがね、いつも思うけどね、こんだけ日本が好き、だからマジックのさ、あの国際大会も、ね、あのメキシコ、そして台湾でやりたいなと思って、ね、台湾もいいね、台湾は素晴らしいですよ、誰かいるの、台湾の代表、台湾はほら、リューチェが台湾だし、まあ、あとはあの808マジックショップっていうのがあって、うん、そこが俺と仲良くて、俺 の、 あのレクチャーをやったりとか、で台湾はね、シュートもいっぱい集まるけど、うん、俺の方が集まる、なるほど、これすごいでしょ。うんね、俺も現役退院してるのにやっぱりあのマジックマスターからやっぱ入ってるから、まあね、すごいよ俺の台湾さんって、なんか自慢コーナーになっちゃうけど、本当に台湾は素敵だと思う、うん、もちろん台湾でもね他の団体でやっぱり反日の日本マジシャンたちと付き合ってるグループもいて、うん、そこだってもう悪いことではないんだけど、一部なんじゃないの、そういう人どうかっていう、うん、だから結局やっぱ韓国に迎合するかどうかってことで決まっちゃうだろう な、うん、なんか私台湾行った限りではいい印象の方がすごい強いから、うん、まあね、だからリュウチェンなんかはすごく悩んでましたもうやめるって言っちゃったんだけど、ね、リュウチェンなんかは台湾で生まれた台湾で育ってマジックマスターとか、それこそ NHK の番組で育った世代で、俺のことすごくリスペクトしてくれてるので今でも仲いい、だけど一時やっぱりあの自分がやっぱりあのどんなこと言ったら13億人と6000万人のね、あれだったら13億人で稼がなきゃいけないよって言ってたんだけど、ない環境に追い込まれた、そうアイデンティティが壊されるって自分ので、お前どっちなの、台湾なの中国なのって言ったら、真剣な顔して俺に、僕は台湾です、アイデンティティは台湾です、だから今考えちゃってて、中国で仕事するんだよって、お金もいっぱいもらっちゃったからってね、うん、まあでも ね、中国はあの変な話だけどさ、あのリュウチェンが日本に来て、あの志村けんのバカ殿の番組出たら天皇陛下に土下座しちゃって、100万人以上のね悪口並んだんだよ、あれだってバカ殿の天皇陛下、いやだから何でもいいんだよ、要するに日本をそういうふうに悪く言う話になると、うん、それだけ喜ぶ国民性弾圧されてるから、中国ってパンもね、だから台湾なんかさ、劉先生のねギルガメシナイトの番組に入権までさ、うん、街頭で流れてるすごいよね大変だよ、うん、だからあの兄弟子がいてね、劉先生ってもう亡くなっちゃった人なんだけど、うん、中国憲法の大先生が台湾行った時、ギルガメシナイトでお色気の番組やったんだ、その時に、うん、兄弟子が出てきて、おお前見てるぞギルガメシナイトサインしてくれって言って人気者だ、そうでもその時にね、中国の武術家たちと知り合ってね、うん、彼らが本当に日本を尊敬してて、本当にカラオケで劉先生はほら上下関係があるからできなかったし、うん、お酒も飲めないんだけど、俺は陳新奎先生と一緒にカラオケやってて、うん、歌えるのは文化しかねえと、すごいね、台湾の歌なんか歌わねえよ、全部日本の歌だよと自信持ってやってくれたっていうのが話ですね、はい、皆さん台湾と仲良くしましょう、はい、台湾もねちゃんと考えてあげよう、困った時一番最初に助けてくれる国だからね、そうです、はい、台湾は最高の国ということで、はい、中国じゃないですよ台湾ですよということで、また
来週です、はい、さようならです。どうもありがとう。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。